オ先輩。あとはエッチなハプニングなども起こってくれれば言うことなしね。そろそろミニゲームやれそうか。なに、遊びだ。気楽に気楽に。ああ、所詮厨房のチームだな。5対3でも点で話にならねえぜ。やめとけって。なんで大学生に戻って中学生かもりして言い切ってんじゃねえや。大学生なら大学生らしく合コンとかしてな。効果は抜群だ。図星かよ。なんか見ていられないんだけど。あ、こっち見た。あのですね、こっちも料金払って遊びに来てるんで。あ、てめえ榊。先週サッカー部の合コンに参加しただろうが。ああ、思い出した。合コンは。合コンって？女の子全員かっさらったのね。いやいや、すぐに駅で解散しましたよ。せっかく呼んだ女の子たち楽しませる努力したか。自分たちが喋るばかりじゃなくて、あの子らにも話させてあげなきゃ。やめてくれ。まさに言葉のない。女連れてきてるのが一番許せん。二人ともくっそかわいい。勝負しろ。お前らが勝ったらここの料金払ってやる。俺らが勝ったら。そちらのお二人紹介してもらえると嬉しいな。小さい方はダメだけど、メガネの方はフリーだぞ。